こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらの3色を使って長方形のクラーニーブランケットを編んでいこうと思います。使う糸はダイソーで購入しましたソフトミックスです。カラーはホワイトとリーフグリーンとダークチョコレート、この3種類を使っていきます。こちらがお手入れ方法です。アクリル 80%、 ウール 20%、 一玉が約 50g の約 90m です。おすすめの使用かぎ針は15になってます。15、6mm のかぎ針を使って編んでいきます。今回の編み図です。作り目の上を細編みで編んでスタートしていきます。長編みと長編みのブロックの間には鎖を1つ編みます。角の部分は鎖2つで編んでいきます。この鎖2つで編んだ角の部分には長編みのブロックが2つ入っていきます。今回私はソフトミックス、こちらの3色を使って編んでいくんですが、お好きな毛とお好きな色で編んでいただいて大丈夫です。最初はこちらのリーフグリーン使って編んでいきます。では早速編んでいきます。作り目は4の倍数プラス1目で調整していきます。鎖を17目編んできました。長さは約12センチです。まずは細編みで1段編んでいきます。鎖1で立ち上がります。裏山をすくって細編みで編んでいきます。1目に1つずつ端まで編んでいきます。細編みで端まで編んできました。次からグラニーステッチで編んでいきます。今ここ細編みで編んできました。端の目には長編み3つのブロックが1,2,3 個入っています。反対の端の目にも 1,2,3 個入っています。細編みで編んできた目に編み入れていきます。鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目が分かりやすいようにマーカーをつけておきます。鎖をさらに2つ編みます。この鎖は角の部分になります。1つ目のブロックを編んでいきます。糸をかけて細編みの目をすくって長編みを3目編んでいきます。長編み3つを編んでブロックを1つ編んできました。次は鎖を2つです。ここも角の目になるので鎖を2つ編んでいます。今長編みを3つ編んだ同じ目に2つ目のブロックを編んでいきます。長編み3目を編みます。
1、2、3、長編み3目を編んで2つ目のブロックを編んできました。ぐるっと1周編んで最後に3つ目のブロックを編んでいきます。次はここの部分を編んでいきます。1、2、3個飛ばした次の目に長編みを3目編んでいきます。作り目を拾って編んでいます。細編みを編んできた反対の部分です。長編みを3つ編んで、次は鎖を1つ編んで、編んでいない目から数えて1、2、3、4つ目の目に長編みのブロックを編んでいきます。1、2、3個飛ばした次の目に長編みを3つです。3つ目です。長編みのブロックとブロックの間には鎖が1つ入っています。これを繰り返して端まで編んでいきます。ここまで編めたら次は一番端の目にこの長編みのブロックを3つ編んでいきます。まずは鎖を1つ編んで、1、2、3個飛ばした次の目が一番端っこの目になります。ここの目をすくってまずは1つ目のブロックを編んでいきます。次が角の目になるので鎖を2つ編んで同じ目に2つ目のブロックを編んでいきます。1、2、3、長編みを3つ、次も角の目になるので鎖を2つです。同じ目に長編みを3つ編んでいきます。これで一番端の目には長編みのブロックが3つ入っています。角の目なのでブロックとブロックの間鎖2つが入っています。ここも同じように鎖2つになっています。次はここ反対側を編んでいきます。同じように1、2、3個飛ばした次の目に長編みのブロックを編んでいきます。ブロックとブロックの間は鎖1つです。ここまで編んでいきます。反対側を編んできました。最後の部分を編んでいきます。鎖1つを編んで一番最初に編み入れたここの目に長編みを2つ編んでいきます。長編みを2つ編んだら立ち上がりの鎖3目と合わせます。マーカーを外して
立ち上がりの目に引き抜きます。この立ち上がりの鎖3目も長編み1つとカウントします。これで一番端の目に長編みのブロックが3つ入ったことになります。次の段を編んでいきます。次の段はこのブロックとブロックの間に長編みのブロックが入っていく感じです。鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にはマーカーをつけます。角の目になるので鎖を2つです。前段で編んできたブロックとブロックの間です。この角の部分、鎖2つのこの穴に長編みのブロックを編んでいきます。長編みを3つ編んで1つのブロックを編んでいきます。角の部分には長編みのブロックが2つ入っていきます。ぐるっと1周編んで最後にブロックを2つにしていきます。次は反対側の角を編んでいきます。鎖1つを編んでここの角の目に長編みのブロック1つ目を編んでいきます。2、1、3、長編みを3つ編んで1つ目のブロックです。角なので鎖を2つ編みます。同じ目に長編みのブロックをもう1つ編んでいきます。角の目には長編み3つ、鎖2つ、長編み3つが入っています。次はこのまっすぐな部分を編んでいきます。鎖1つを編んで前段で編んだブロックとブロックの間です。ここに長編みを3つ編んでブロックを編んでいきます。こんな感じでぐるーっと一周編んでいきます。ここが角の目になるのでブロックを2つずつ編んでいきます。ではここまで編んでいきます。一周編んできました。最後の部分を編んでいきます。長編み3つを編み終わったら鎖を1つ編んで一番最初の立ち上がりの根元の部分、この角の部分に長編みを2つ編んでいきます。1つ目、2つ目、ここも前段と同じように立ち上がりの鎖3目を長編み1つとカウントするので鎖3つの立ち上がりの部分に引き抜き編みをして1つのブロックにしていきます。これで模様編み2段目まで編めました。同じ色でもう1段編んでいきます。同じようにブロックとブロックの間に長編みのブロックを編んでいきます。こことここが角の目になります。角の部分にはブロック2つを編んで
間に鎖を2つ編んでいきます。立ち上がりは鎖3つです。マーカーをつけて角の部分になるので鎖を2つ編みます。角の目に長編み3つ編んでブロックを1つ分編んでいきます。次はここの部分です。鎖1つを編んで長編みのブロックを1つ編んでいきます。鎖を1つ、次の部分が角の目になるのでここには長編みを3つと鎖を2つ、長編みを3つ編んでいきます。この要領でぐるーっと一周編んで3段目を編んでいきます。3段目まで編んできました。今最後引き抜き編みをして終わっているところです。次はダークチョコレート、こちらの色で編んでいこうと思います。引き抜き編みをして鎖を1つ編んで少し糸を長めに残してカットします。キュッと引き締めておきます。次編みたい色を持ってこの編み終わりの部分、引き抜き編みをした目に針を入れて糸を引き出します。鎖3つで立ち上がります。あとは同じようにマーカーをつけて角の部分を鎖2つで編んで角の目に長編みを編んでいきます。この時に2つの糸端も一緒に巻き込みながら編んでいきます。糸端も一緒にここでも巻き込んでいきます。鎖1つを編んで次の長編みと長編みのブロックの間、ここにも糸端を巻き込みながら長編みを編んでいきます。巻き込めるところまで一緒に巻き込んでいきます。ダークチョコレートで1段編んでいきます。ダークチョコレートで1段編んできました。次はホワイト、こちらで編んでいきます。先ほどと同じように引き抜き編みをした編み終わりの部分に針を入れて糸を引き出します。鎖3つで立ち上がって
マーカーをつけておきます。あとは同じように鎖2つで角の部分を編んで、糸端を巻き込みながら長編みを編んでいきます。こんな感じでホワイトは3段編んでいこうと思います。ホワイトで3段編んできました。こんな感じで色を変えながら好きな配色で編んでいってみてください。ではしばらく編んでいきたいと思います。20段編んできました。リーフグリーンを3段、ダークチョコレートを1段、ホワイトを3段、これを繰り返して編んできました。最後ホワイトを2段編んだところです。ここでホワイトの糸が残り少なくなってきたので、ここで色を変えて縁を編んでいこうと思います。ダークチョコレートとリーフグリーンが同じぐらい残ってるんですが、こっちのリーフグリーンで縁を編んでいこうと思います。編み終わりの角の部分から編んでいきます。いつもと同じように編み終わりの部分に針を入れて糸を引き出します。鎖1で立ち上がって、この角の部分、鎖2つの角の部分に糸を巻き込みながら、まずは細編みを1つ編みます。この目にはマーカーをつけておこうと思います。次は長編みを5つ編んでいきます。角の部分なので長編みを5つで編んでいきます。2、3、4、5、長編みを5つ編みました。同じところに細編みを1つ編みます。角の部分には細編み1つ、長編みが5個、細編み1つが入っています。次は前段で編んだ長編みのブロックと長編みのブロックの間、鎖1目のところに編んでいきます。まずは細編みです。次は長編みを3つ編んでいきます。1、2、3、長編みを3つ編んで同じところに細編みを編んでいきます。角の部分は長編み5つで編んできましたが、この部分は長編み3目で編んであります。同じように繰り返して編んでいきます。細編みを1つ編んだら長編みを3つです。2つ目、3つ目、最後に細編みを1つです。繰り返して編んでいきます。1周編んできました。立ち上がりの目に引き抜いて編み終わります。
このまま引き抜いて糸を長めに残して引き抜きします。最後はとじ針を使って糸始末をしていきます。編み地の裏側に糸を移動させて、この裏側の長編みの目の部分、ここに糸を隠していきます。余分な糸はカットします。編み始めの部分や巻き込みきれなかった糸の部分、残っているところがあればそこも糸始末をしていきます。完成です。サイズを測っていきます。横幅は約68センチです。縦は約56センチあります。ダイソーのソフトミックスを使って編んできたんですが、太めの糸でサクサク編める感じで編みやすかったです。今回はこちらの3色を使って編んできたんですが、お好きな配色で編んでいけると思います。縁も可愛い感じに仕上がってるかなと思います。グラニーステッチで編むレトロ感がとっても可愛い感じのブランケットに仕上がってると思います。よかったら参考にしてみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。